アート結構大事なエピソードだって、これすごいことになってますね。だからこれ青春時代 その厳しい訓練のプロセスを経たことによって、この卓球のラケット自体がリフォームする形が変わってくる、うん、何が大事か、今のデジタルって非常に硬くてですね、馴染まない、でも身体のフィットってすごく大事で、この ラケットってまさにコイボリューション、一緒に進化した、一緒に青春を過ごした汗と、その間にそのコルクとかなんかだんだん形が変わってくる、今これも持つともうこれは完璧に消えてしまう、自分の身体の一部で自分がスピンかけるときにもその全然この計算しなくていい、私は体の一部なんです、でもボールは見なきゃいけない、テーブルは見なきゃいけない、相手を見なきゃいけない、これはそのリファレンスフレームでお仕事ですから、でも本来技術っていうのはテクノロジーっていうのはこういうふうに見えなくなってしまう、この中に旅の終わりが無数に入ってるわけですよ、そうですね、といったことを言いながら、この研究費を使ったことをジャストファイし続ける私というそういう部分があるんです。先生ね、言わなくなって 何のコンセプトが入ったかというと、あ、俺は千年生きるって決めたんですよ。千年生きる、千年生きる、生きるって言えば、もう先のこと言わなくていいんですよ。それは残した言葉とか思想が生きていけるってこと？分からないですけど、それはあれサイボーグ感覚として、感覚として100年なのか80年なのかで止める必要は全くないと思ったん で俺は死にたくて死ぬわけじゃないから、俺の気持ちは千年生きるって言ってれば、先の急ぎ方っていうのはいらなくなるんですよ。今日やなくても明日があるさって、150年後があるさとか思えばどんどん先延ばせますよね、外リラックスして、そうで、やることは同じですからまあそう、私結構そうだね、そうだ、彼女の感じで思って、まあいいじゃん明日とか寝ちゃえって感じで、ガールズなかなかあれですよね、非常に、なんていうんですか、いや、その理解のある MIT の先生がいらっしゃるっていうのは僕にはもう、あれ、MIT は当たり前ですよ、未来が明るくなりますね、当たり前ですよ、ものすごい嬉しい、そう、ぜひMIT 来てください、よろしければTOEFL 630点、TOEIC 900点あれば、今230点、あ、本当に上げたんですか、計算の教え方ですね、でも本当にソロバン何級はないですか、ソロバンは1級ぐらいあるというですね、だから昔ソロバンをランドセルに挿して宮本人たちみたいな気持ちになった人にぜひ来てほしいですね、そんな日本人ほとんどもういないですけども、わかります昔も、いや、わかります、物差しとソロバンがこう刺されてたですね、鬼みたいにね、カムイガイデンのヘインバットカズミギってご存知ですか、知りませんか、ああいう気合ですね、ああいう気合でもってそういうそのなんか非常にマッチョなこともおっしゃいますよね、あ、そうですね、北斗の拳とかね、お前もう死んでるとかすごく好きで、そのマッチョ要素はアメリカに来てからですか、それとも前からですか、あ、それやっぱりインフェリティコンプレックスですね、自分マッチョじゃないのですね、もともだからダイハード的なものに憧れがあって、憧れですか、だから研究の分野でそのお前もう死んでるとか言ってみたいでも殴られたらすぐ自分死んでしまうのでですね、ほとんどその辺のことを言うときに半ズボン履いた子供ですそうですね。